それでは続きをやってまいりましょう。さあ、最後の戦いとなるでしょう。洛陽を攻めつつですね、こちら攻められておりますが、すべて防衛する。ただいま3箇所4箇所ぐらいあります。特に危ないのがこの城陽ではないでしょうか。こちらには長雲、そして文兵の兵器。これ取り憑かれたらもう、すなわちこれは終わりということになってしまいますね。さあ、これがどうなるか。一応ですね、私も、ただでやられる気はないと。守って守って、その間なんとか洛陽に入り込みたいというところで、策を巡らせておりますが、この周り等どうなっていくのか。さあ、猪突縛り、優秀の美、飾れるのか飾れないのか、張り切って参りましょう。あ、まずはこちらのですね。何部隊だこれ。何部隊いるんだこの野郎。おっと、これは、馬中が学珍一騎打ち、微妙なところに仕掛けていった。80に70ならいらねえだろ、それ。ギャンブルすな、ギャブルを。バチ君、おお、何お前、なんだお前。スタンハンセン仕込みのラリアットだったな、今の。捕らえた、一発捕らえた。お前なんだ、プロか。あいつプロレスラーだぞ、バチュー。すげえ、小島か。お前。元新日の、お前、ラリアッター小島か。さあ、そこで、これですね。あと一歩、あと一歩。これ切れるでしょう。切れちゃいそうですね。さあ、切れた。いったんじゃないか、これ。ギリギリ行きましたね、これ。ギリギリまで、頑張って。ギリギリまで、バリオが逃げた。ウルトラマンの歌歌ってたら、ギリギリ逃げちゃった。バリオが。ご確認ください。はい、すいません。行が3万ですね。また出してくるな、行は。兵持ってんな。他は来ない。吉報です。投石台を壊しに行って壊しましたと。ほんと、投石台とかやめてほしい、ほんと。あっと、コロー缶詰来てるな。やばいな。で、バチュー、ガクチンを持ってきた。ガクチン取れますね、おそらくね。はいや。おお、一発来た。まあ、父親もね、来てますからね。そして、バガン長所一騎打ちいいぞ。これは勝ち確。必ず勝つると。さあ、行ってみましょう。ぶっ飛ぶでしょう。武力が3。3? よく一騎打ちに引っ張り込んだな、これ。なんで逃げられなかったんだ?おーおー、生きてる。いやー、でも、これは KO 必死。2号目まで持った。どうやって持った ?3 で。何持ってたんだ?盾、おっきい盾持ってても無理だろう。あ、吸ったかどうか。まあ、あっちは勝てるでしょう。こっちの方がやばいな。また、すごい数でやってくる。まあ、ここをですね、簡単に壊滅させないぞというところなのか。僧侶発見。はい。あ、長所を捕まえる。あ、上陸してきますね。これはなんとか、また、ちょっと大河に出てなんとかする作戦で行かないと。ただね、水耕といえども、猪突なんでこれ、退却させないと無理だ。もう、猪突はほんと、いつまで経っても難しい。行6000。続けるなぁ。継続は力なりか?おいおい、俺が一番苦手な言葉だぜ。セツキデイ。見つけましたが。総直撃か?捕らえる。やってくるなぁ。続々と。落語に行けないなぁ。そうよ、取りました。で、これがちょっと危ないんですね。この、ロシュクが危ない、これ。一応、1万9000入れてますけど、耐久も危ない、このままじゃ。あー、取り付いた。あっという間に城兵が減っていくよ。ナイスー。コッパみじんだよ。呂布さん、すごいなー。うわー、3連チャン。
すごいなあ、呂布さんはやっぱあれもう野戦に関してはオールマイティなんだよな。もう何でもできる。これいなくなっちゃった、ほら敵すごいもん。さあどうする、これこれあえて出るかな、出た方がいいのかな。戦法持ってないと思うんだけど、でも船の方が強いから後ろから切り裂けるかな。ちょっとつだから難しいかな。向かってっちゃうもんな、下手したら切られちゃうまである。木曜3000、ちょっとずつちょっとずつこれ計算して出してきますね。歩を取ることを怠らない。そして長所投与、来ないか、牢屋に入れとけ、きつく縛っておけ。あいつすぐ噴死するぞ。すぐ噴死するってことはないけど、さあ船でそれはダメだ、呂布船でそれダメだよ、ダメだよ船で近づいちゃう。あ、一騎打ちに持ち込んだ、さすが馬長、抜けてった、抜けた抜けた、勝手に何してくれてんだという感じですね。これはね、100対56、よし首をはねよ、大都督、おう首をはねよ、跳ねたかこれは、大都督ロシクの首をはねよ。あー残ってる、首の皮1枚残ってる。さあ節気で初突ではない、ちょっと待って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 、大丈夫これ。あで光陵がキョピョロロじゃないよもう。で残ってはいる、大丈夫かな、もうご確認ください。だいぶ弱めましたからね。しかし先方打たないの、この子たち。あらやだ、先方打たない、打ってもいいんじゃないの、あなた。一方常用ですね、戦闘始まっておりますが、ここはまだ時ではない、ここはまだちょっと焦らず動かず、大将芝居にしておりまして、堅牢が2人おります。この防御力を一旦は信じましょうと。でこのまま守りまして、時が来たら出すという感じですね。狙いは文兵ですね、文兵を狙う、とにかく。で長雲でもちょっと士気は落ちてますんで、この早めに行くことはないという気がいたしますね。で後ろからもまあ来ている状態。あとはですね、ロシクをやったら素早く負の回収に向かいます。これで落葉を落とせばゲームクリアだ。それが難しい。でどうもですね、これは懸案攻撃を諦めた様子ですね。退却しているかなという感じですね。退却を見て南城などの取り返しをしていきたいところでございます。ん、ロシクをやってねえのか、まだ機械ですね。はい、さあでやってですね、馬長と長平左右に分かれます。左右というか南北に分かれます。成功新帝取ってまいりましょう。おお、やってるな、賞金やってる、強襲持ってますからね。これは一方的タコ殴りにしてほしいところで、ここら辺はよろしくないな、よろしくない、ライドよろしくないよこれ。またやってくるのか、これずっと邪魔されるのか、ここで再装のところ脅しをかけておりますが聞いておりますね。戻ってまいりましたね。はい、懸案の包囲を解きました。そしてこちらですね、甲州に行こうとしたやつも戻ろうとしております。装飾を解放していただきたい。返さない、一切返さない。ガチだ、ガチ、ガチ勢だから返さない。なんだろう、少将返すわけないだろう、返さない。おっと一騎打ちか、ライド送信、いや送信は勝てるんじゃないか、送信そんなにないぞ確か。どう
4しか変わらねえじゃねえか。なんでそんなギリギリのとこついていくんだよ。お前はよ。いやー、ちょっとつは仕掛けますね。うーっす。あー、どうだ、どうだ、おーし、勝ちだ。よし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 。いや、勝ったけども、勝ったけどもよ。怪我さした？あ、怪我さしたね。でも、兵数差がでかいぞ。で、ここを切っていく。これで全部消えるんじゃないかな。どうかな。さらに落ちはしないかな。でも、ここまで、士気を落としてればですね。まあ、だいぶ落ちてるから、どうかな。やってくれるかどうか。平坦切り中に、包囲占領だったんで、混乱とかはしないんですよね。いや、でもこれ、吸い込めるやろ、これ。そう願って。あー、超運来た。超運来たかー。どうしようかな、これは。いや、超運でもそんなにまだ破壊力はないはず。戦車かなんかを一発撃ちましたね、超運。いや、まだ硬いでしょ。まだ芝居の方が硬いはず。え、火とかつけようとしてみろよ、これ。芝居は全部跳ね返すぜ、これは。まだステイだな。まだステイ。もうこの、手法とかがちょっと横に伸びてくるし。用心あたりはやってもいいかなっていう感じですけど。いや、まだ7万ありますし、輸送も入りますんで、まだステイ。まだステイ。さあ、このターン結構、いろいろあると思う。ああ、僕は1万4000。業も2万3000出てるな。これちょっと、でかいな。これ、陳竜攻めようと思ってますね、この感じは。陳竜攻めか。兵器も持ってる。陳竜1万7000。ちょっと、ほっといてくれない感じですね。ただ、ちょっと、川で暴れときましょうと。平坦も切れるんじゃないかな。いや、そんなに甘くはないな。そんなにいいようには動いてくれない。こちら、猪突でございます。難しいなぁ、操縦が。そして、城陽の守り、広がってきましたね。ちょっと、隣接してる敵が増えすぎてるけど、まあ、兵数はそうでもないか。すごいですね。跳ね返してますね。いいぞ、いいぞ。これは両端からちょっといただいていきますか、これはね。あーで、入ってくる、入ってくる。文兵入ってくるな。あの隙間どうしよう。あの隙間から絶対文兵入ってくるんだよな。深夜が大。これ多分、手法の隙間から文兵が入ってきて。これ、趙雲隣入れるからどうしようもないぞ、これ。これ、どうするよ。出せるのが、宗剣、陽子、シャマか。両サイドから行くか。とりあえず。もう、ちょっと全力で出して、両サイドから攻めましょう。陽子、宝円って手もあるな。ああ、それ、あるかもしれない。陽光砲炎で、穴塞いじゃうっていう手もありますね。とりあえず。鉄壁で。しかも鉄壁。豪華でもいいんじゃないか？鉄壁と豪華持たせて。で、シャマカがこれが本体。シャマカ本体。シャマカが左からえぐ、いや。新鮮持ってるからシャマカ。森抜けた方がいいっすね。で、一応、文兵ターゲットにするけど、全くこれ制御効かないと。で、陽子をこの間出す。これが一番難しいところ。で、装甲はここから出して、文兵を狙う。いや、これは無理だろうな。コントロール効かねえだろうな。で、輸送が2部隊入って、一応、龍君も向かわせております。水路で行きますと。関水を逆走していると。どうやって逆走してるんでしょうね、この時代にね。
それでは緊張の常用の守り、諸突三部隊長雲に挑む。よし、いいぞいいぞいいぞ、ちゃんと出た、ちゃんと出た。もうちゃんと出ないかと思ったもんな。まずそこからだもん。あれ、ちょっと引いてるか。これ干渉一歩引いたように見えたんだけど、あ、引いてる、引いてるなら引いてるでいいんだけども。用心撃破、なんか短期がかけたな今密かに。手法撃破、どうしよう。ああ、引いてるね。恐れおののいたか。もういいでしょ、いいでしょ、いいでしょ。深追いすな、深追いすな。引くんだったらいい、引くんだったらいい。で、こっちも OK ですね。周りを脅しながら、脅しながらやっております。問題ここ。タイガ。タイガのコントロール。初突だけでタイガのコントロールなんかできやしないんだよ、大体。どうなってんだこれ。ああ、これ平坦切られるな。聞いてください、いくらなんでもクソ難しいじゃねえかこんなの。ああ、これは難しいな。やろう、なんだもうこれ難しい守れないこれ。普通だったらこうさ行ってさ後ろ取れるんだけど、向かってっちゃうからこれ。ああ、宝球も簡単に取られちゃったし。これ一旦旅夫出すしかないっすね。どうにかして。ちょっと宝球の送信だけでもちょっと旅夫でやりに行こう。旅夫と三姉妹行くか。旅夫プラス三姉妹。よし、古老館から出て、川の部隊は一旦撤退。撤退撤退。川から撤退。どうしたらこれ守れるんだこれ。ちょっと突然。こんなに有利な状態なのに、川守れない。くそ。どうしたらいいんだこれ。まあ、川で戦った方がいいはいいんですよ、これ。あっちは機動力ないんだから。でもこっちは機動力止まるんだよ。止まるんだよ、どうしても。それがな。そうそう、動かさない。で、我々は洛陽の周りの歩、あと二つ。このターンであと一つ、うっの、びっくりした。これはどっちに来るんだ、道館なのか、武館なのか。普通に考えればこれ道館よ。近いし、ペースない。まあ普通ならね。あ、道館かな、都市を捉えた。ん、こっちで戦闘してんのか。あら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 。ちょっと、ちょっとバラバラに。あ、でもこれいいですね、いいですね。呂布さんは強えな、相手にならんな。さあ、そして何とか川で戦闘ですね。いいですね、川でやってもらえれば助かる。川同士なら何とか。またですね、沈流攻撃を食い止めつつ、古老館から全部の兵を出す。少々あんたよ、頼んだぞ。うまくいった。よし、砦の耐久を下げてですね、なんか立たられてしまうんで、ここも全部立て尽くそうというところですね。退却かな、これは。どうなのかな、こっちに寄ってくるかな。あー、川強い、川めっちゃ強いな。あー、いいですね、タコ殴りっすねこれ。もうまずもう遠距離でもうバシ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 やっていく。あー、強っ、ずー、強いこれ。川、川強っ。これよ、やりたかったの。これ、圧倒的川力。これはもう攻められないね、沈流ね。お疲れさん。うん、そして、古老館から、この二人ですね、兵器コンビ、出して待機です。タイミングを待ちます。そして、馬長が踏んだ。踏んだ、踏んだ、だ、踏んだ。あいーん。そんな音しないよ。決まりましたね。さあ、そして県内が違う、あのね、あの今いい音楽流れてると思うんですよ。今ちょっと報告いたします。涙が出てくるような音楽流れてくるでしょ、ね、流れてるでしょ。やっとここまでたどり着いたんです。多分呂布間に合うかな、どうかな。呂布行っちゃっていいか。
さあ行きましょう。三姉妹と両夫。行くんだ。目指せ略領。で、これは、もうぶっつけちゃっていいでしょう。いや、一応整列した方がいいかな。もう何も抵抗はできないと思います、これ。落葉に向けては。何もできない。もう我々、万全の状態。完全に呼吸を合わせてぶつけましょう。まだ邪魔してくるか？一応行から1万2000。出てまいりましたね。また満潮か。満潮死ぬぞ、もういい加減。あとはこれ出てるのかな、わからないんだよな、これ。交換取り戻して、また戻るかもわからないですけど。まあ、9万に対してこの兵数じゃ、無理でしょう。うん、そしてまた指導から。このロング好きですよね、これね、NPC ね。めっちゃこの甲州とこの指導の間のロング大好き。めっちゃ平坦切られるのね、これだって。一部隊ですもん、ここは。守りが。ある意味硬いですよ。ある意味っていうか、一年を争うほどちょっと硬いところですね。ちょっと硬いって。もう、あ、いや、はい。言えば言うほど語彙力がおかしくなっていく私でございますね。道館は道館で落ちるかな？落ちそうですね、これもね。道館も落ちそう。で、こちらは時間待ちですね。体が強い。強い。これはさすがに、この船のさ、秋が目立とう精神。核ですね。これぶっ飛ばすでしょう。猪突がやっぱ多いですね。こう見ると。確実に多いですよ。さあ、バチコイ。まあ、これは勝つでしょう。カットです。どれしよっか。吸い込みかな ?800 吸い込み。まあ、地味ですが、いい仕事。両夫が突破していきます。いいですね。さあ次のターンで布陣ですね。そして結構平坦切りしつつやれてますね。あー、でもここら辺ちょっとエリアが違うから強いな。一旦これ退却とかちょっと混ぜつつやった方がいいですね。おや、一方、孫権がまた、高領狙いですかね。ほんと懲りない。孫権は。まあ、孫権は、孫権でいいでしょう。孫権は孫権。まあ、簡単でしょう。この大河ですね、危ないな。やっぱ、総比この水域は強いな。で、遠心攻が、また取られてるから。まあ、無敵ではないですね。やっぱり、これは。あとは。うまく引いていかないとダメですね。王将死亡。さあ、いよいよ落葉攻め始まります。聞いてください。それでは行きましょう。現状維持のまま、落葉ダッシュ選手権、始まります。このまま一発で取れるのかどうか。あ、入っていきます。おっと、いきなり、出た！三姉妹連鎖。これ出たらいいね。君が言ったから今日は三姉妹連鎖記念日。サラダ記念日か！恥ずかしいよ、自分ながら。ほんと、我ながら恥ずかしいよ。アシュラかまして、うわ、強っ！馬長は強いなぁ。まあ、溜めてましたからね、今のね、アシュラもね。フルゲージアシュラなんで。あっという間に1万もぎ取りましたね。耐久はあと半分。うまくいけば次のターンで落ちるということですね。でも、混乱かかってるんで、これ全力行きましょう。全員で行きましょう。始めるわ。一応控えておりましたけど、この2人は。あとは陳留攻めも落葉が落ちるまでに間に合わないという感じですね。で、賞金頑張る。賞金が孤軍奮闘、大河で頑張っている、食い止めている。少しでもですね、この進行を遅らせるというところか。で、酸素を取られるとまずいんですよね。ちょっと少ないけど出しとくか、これ。ギリギリだな。元帥。道館は高村さんが落としました。さあどうだ、牧羊3000。牧羊がイケイケですね。おっと、落葉耐久半分。見てまいりましょう。
お、いいですね。ほんと、強いね。あれ？これ水戦、あ、水戦あるんか、しかも。そうか、そうか。そりゃ強いわ。水戦あんだもん。そして楽よ。まだ混乱中。混乱、罵声とかいろいろ入ってます。だからね。で、馬食の統率上がる。ボコボコ壊している。死者。死者来るな、もう。何も返さない。返さない、返さない。負けない、負けない。負けない、負けない。多いな、最近。殺されちゃうぞ、僕も。あーっと、アシュラ人。これ、ギエツとバチューだ。ギエツ、バチューの義兄弟コンビ。落葉を落としていく。これにて決着。ローマへの道が通じたのだ。ギエツの勝利打点ですね。まあ、全員フォリオ。いやー、終わりましたね。このシリーズも終わりました。いやー、なかなかでしたよ。もう今回も。ちょとつは言うことを聞かなすぎる。あのね、報告いたします。なんと言ったらいいんだろうな。戦略性、こんなになくなっていいのかと。まず、技法をすることがほぼなかったですね。まあ、馬食なんかが初期からいれば技法することもあったんでしょうけど、ほぼ技法なかったんじゃないかな。一回ぐらいあったかな。みんな知力が低いから技法がない。俺はですね、技法というのは、ある種プレイヤーに、こう、なんでしょうかね、与えられた特権というか、まあまあまあ、敵もやれますけど、エアもやれますけど、プレイヤーは結構狙ってできる、ものかなっていうタイプの戦法の一つだと思うんですよ、戦略の。それができない。あと、平坦斬りやりづらい。なかなかでしたね。数は少ないけど。あ、数は少ないし。なかなかの難易度でした。はい。いやー、次どうしましょうかねと思うところですが。はい、73万ですね。チェアは 43.3 で終わりました。曹操が2位、20.6。21万。まあ、曹操が一番兵が少なくもないか、公孫さんが一番少ないですね。はい。そんな感じですね。現状維持のまま、なんとか、楽を取りました、ということで。はい。まあ、大河もあるし、まあ、勝てるっちゃ勝てる、状態にはなりましたね。そして、今回の MVP ですね。猪突 MVP。まあ、もちろんですよ。呂布馬長、張飛、あと賞金もですね、ここら辺はまあ、ステータスがね、もともと高いし、強い武将なんで、ここら辺はまあ除外したとして、ちょっと決めていきましょうか。私ね、そんなにね、思い出がないですね。正直。これだな、MVP ってのは、もう弓縛りの時はもう挑戦だなってのはあったんですけど、もうちょっとつでこれだねってなかったですよ。正直ね。シャマカは結構強烈に覚えてる。シャマカは一騎打ち強いし、ね、猛者だし、まあ、統率低いですけど、これね、一芸に秀でてますよ。武力高いし。シャマカは一つあれですけど、あと、ギエツかな？まあ、この呂布親愛があるっていうので、言えば、ギエツ。ですかね。で、馬中はもっと早ければ、捕獲ですごい活躍してたと思いますね。あと、炎症馬食。これももうちょっと早く入ってればっていう感じですかね。あ、あと、秋か。秋もね、途中から馬長親愛で、かなりね、良かったですね、秋は。かなり使いましたね。あとは、雷女だな。雷女をあんなに使うってこともなかったし。雷女めっちゃ使ったな。正義も使いましたね。義兄弟、産みまして。楊鳳も使いましたよ、私。かなり使いました、楊鳳。めっちゃ使った。こんなに楊鳳使うことないよ。あと、東龍か。ソーダ餅。選手権、ま、初突の中で、ソーダ持ってる、多分あんまりないんすよね。一人だけ
かもしれない、もしかしたら。どうだろう、東州とかどうだったっけな、ちょっと覚えてないんですけど、ちょとで相田はあんまりないと思うんですよね。で、旅夫のあの飛翔は川ダメですからね、船は確かダメなんですよね。まあ馬食もうちょっと早く入ってりゃな、馬食大活躍だったんでしょうけど、うん、まあそうですね、これはもうね、なんと言ってもまあざっと見ていきましたけど、該当者なしと。ちょとつはみんな癖が強いと。該当者なしということですよ、これはもう。まあ、あえて言うなら、シャマカ。うん、シャマカの安定感はあった。あの、シャマカで狙って、シャマカとかリーで、まあ、ここら辺ですね。まあ、リーはたまたまなんだけど、シャマカとリーで狙って、周遊の一騎打ちで刺しに行ったとき、あれが一番良かったな、印象には残ってますね。まさかね、ちゃんと一騎打ちやってくれるとは思わなかった。で、馬中は本当に捕獲多かったですね。うん、途中からでも馬中多かったですね。陣形がね、あれですけども、この長打しかないですけども、まあ長打しかなくてもいいですよ、もう長打優秀ですよ、もう。これはちょとつですからね。うん、もう森に潜むなりなんなり、山に潜むなり、すればいいんですよ。突っ込んでいくのを生かして。奇襲かければいいんですよ。っていうところですね。はい。ってことで、MVP シャマカで。シャマカが良かったですね。まあ、印象的、要は、良かったかどうかで。たまたま、使いどころ当たったというところですかね。で、まあ、なんやかんや言って賞金かな。なんやかんや今も活躍してますし、うん、賞金取れ、序盤で取れたのが大きかったですね。はい、ということで、ちょとつ縛りは閉幕でございます。さあ下から何をやりましょうか。やっぱりですね、ちょっとね、縛りプレイなんか、あの要望がね、皆さん高いようですね。まあ、今更ね、私もね、ちょっと普通にやってもね、もうだいぶ普通にやりましたからね。あとは、難しいシナリオの難しいやつとかやってないやつとかもやりたいですけど、あの、後天倒立の罵倒とかやってないと思うんで、そこら辺もね、やっていっても面白いかなというところですね。はい。あと、陣形で縛りで言うと、奉仕、長打、奉炎、迫力と。いう感じですね。水耕は無理、兵器も無理。水耕兵器縛り。いや無理やろ。いや無理やろ。という感じでまた何か、考えていこうと思います。ご意見いただけたらまた、はい、お願いいたします。また次回シリーズでも何でも、はい、参考にさせていただきますので、またよろしくお願いいたします。ということで皆さん、ありがとう、またんこ。